皆さんこんにちは。私は札幌 NPO 法人札幌カラス研究会の仲間のマキコと申します。もうね、私のことを知ってるよって方もいるのかななんて思ってますが、なんでそんなの札幌のカラス、なるほどそうだね札幌のカラス、カラスに、札幌のカラスについて書いた本を2冊ほど出させていただいてます。読んでくれましたかね。これからね、動画でね、カラスの、リアルなカラスの行動なんかを、撮影をして、YouTube なんかにね、アップしていこうかなと思って、自撮り棒を買ったばかりです。この挨拶動画は実は自撮り棒の練習も兼ねてるんですけども、なんとか私でも使いこなせるかなと思ってます。ここバックはね、道中赤レンガです。ここもね、カラス多いんだけど、今はちょっといないです。そうですね、後ろちょうどこの池、カモが越冬してます。で、パンなんかあげに来る人が結構いるんでね、そういう時はブト君がいっぱい集まりますけど、今はいません。これからこんな状態、こんな感じで、動画を撮っていこうと思ってますので、よろしくお願いします。ブト君です。おはようございます。すすきののブト君。寒くても元気いっぱいです。あっちに移動しちゃいましたね。これちょっと、ズーム聞くはずなんだ。あ、聞いてきた。ちょっとリモコンが気分次第で結構誤作動を起こすので、今はリモコンのズーム使って、ブト君映ってますね。これ朝の、すすきののメイン通り。東西のメイン通り、ブト君がいっぱいこう、木に止まってます。これ何してるかっていうと、ブト君、今ゴミの回収の時間なんで、ブト君こうゴミが来たら、一緒にこう、お手伝いをするっていうね、結構役立ってます。あとは、ゴミ回収した後の細かいもの、今まだここ回収されてないんだけども、こういうところの細かいものをブト君が、きれいにお掃除をしてくれます。ブト君、これは、あれだよね。札幌のカラスのみの行動で、本州のカラスこんなにことしないんですよね。私は新宿の歌舞伎町のブト君を見て、札幌のカラスと新宿の歌舞伎町のブト君は別な種類だと、そのぐらい思うぐらい、なんだか行動が違ってます。札幌のカラスはなぜこんなにダイナミックな行動をとるのかっていうのはちょっとわかんない。で、特にこの光景見て札幌の市民別に驚きもしなければ普通だと思ってるから、なんかね、別段驚く人もいない。たまにこうね、写メ撮ったりする人はいるけど、特に、っていうのはない。で、札幌市民は普通なんで、特にないよね。多分見もしない。見てる人いるけど、そんなにね、文句も言わないし。だから札幌のカラスと本州のカラスは別な種類なんじゃないかななんて私は思ってます。ブト君が今映ってるとこだとね、10個ちょっとしかいないんだけど、こう周りにね、ブト君いっぱいいます。ブト君はね、ゴミの収集の時にゴミを漁ってるわけじゃないんだよね。ブト君、何を食べてますか。何を食べてますか、ブト君。何を食べてますか。おはようございます。何を食べてますか、ブト君。なんかあるかね、美味しいものね。いっぱいね、こうこぼれたものも食べるしね。ブト君なんか怪しい手袋が潰れてますね、ブト君ね。それはいらない。あら、またお子ちゃまがいましたよ。お子ちゃま。